そんなんやったら多くも高校生から僕本当もう僕今いくつか知ってますか。これ今21か2でしょ。もう大学出てますよ。26ですよ。そう、はい。いやこいつ大学中退してうちに腰掛け的に来て入ったんですで今ティトフィッシュっていう僕は名前つけたティトフィッシュなんですよ。魚と似てるじゃないですか。いややっぱこうフィッシュわかりました。回遊魚ですか。世界中を回って家に帰らない。ティトフィッシュバーガーみたいなフィッシュバーガーの方ですか。ティトフィッシュなんかティト、なんか ロゴがいいじゃないですか。ティトフィッシュあじゃああの、じゃあ長兵の店のティトライマンなんですか。ティトライマンあいつ勝手に作ってきたんですよ。あいつ あのティトライムの納得いってないんですよ。自己承諾ですか。そらいかんですね。そうです。社長隣にティトラショップの隣に店作るけどいいとか言う。いいよ作りって。いやいや、うちのマシン置いてくれるならいいよ。まあいいよ社長作るね。そしたら。あところでさ、ティトライムって名前にしたっちゃけど。いやダメよって看板作っとうし。勝手に人つけてたんですか。そう。ふざけるふざけるし、ふざけとるしょ。ふざけとるしょ。で内装代まだ払ってこないです。社長、内装社長のことしてよ。いいよ。使えや。わかった。まだ内装代入ってこないです。いや、最近儲けてますよ。許せんすね、それ、はい、コリアンマネーで。あ、はい、もう絶対それも取り立てに韓国の人たちがいっぱい来て、ショットガンをもう毎日テキーラが3本4本。なんでそんな情報知ってるんですか。あ、翔平が言ってました。最近儲かってますでも翔平さん体調壊したんです飲みすぎて。あのさ、やっぱもうちょっとさ、体気ぃつけないか。気ぃつけないか。あんまり飲みすぎてね。大丈夫飲みすぎんよ。はい、お社長出てますよ。今度次ゴンザレスです、はい、ゴンザレス。あ、来た次が誰と誰。西選手と浦川選手。あ、うまい。クイーンズミーロン。あ、あの大きい子。そうです。あ、楽しみやね。最近伸びてきた子よね。見た。最近どう、こう女の子でこう伸びてきたことがおる。ちょっと女の子あんまり新しく来てなかった。なんかダーツ熱がこう熱い人は結構います。女子で。お客さんとかでやっぱ来てくれますね。熱い。やっぱその男の人に教わるの女とは違う。ああ、そうだね。やっぱ女の教え方と男の教え方って違うの知ってます。はい、知ってます。本当かよ適当でしょ、本当マジで。いやいや、トリニダードの練習会に何回か参加させてもらってるんで、あの社長が言ってる言葉を全部僕はコピーして、バカあの記憶力だけで生きてますね。はい、すいません。最近僕練習会全く行ってませんけどね。2年前の話です。2年前あのよくチトワンとかでやってるのあの人何なんですかね。何なんですか、あなたは。いや、でも実際男の教え方と女の教え方は絶対違う。あ、ね、それ僕あの女性にセパブルを教えるときには二重のシングル、シングル、トリプル基本は。だから45点でも41点でもいいから必ず1投目、2投目を二重のシングルに外さないようにっていうところから教える。ああ、社長の言った言葉はこういうでしょ。ああ、よく覚えてます。さすがです。で、プロになったら、プロになって上手くなってきたらやっぱりもうちっちゃい三角形を狙うのダメですよ。あそこをあの辺を攻めていかんとどうしても、まあ、弾かれるから。分かりました。どこ狙いよ。トリプルですか。うん、僕はもう上狙ってるんですよね。上狙ったらやっぱ入る。どうしても僕もうなんか飛ばないんで手元で落ちること考えてちょっと上目から落とす。あ、いやでも最後の着地点は、着地点はそうですね、着地点あんま考えてないですよね。
でもフォーム綺麗よね、にしてて。どんな感じ、一緒に組んでるダブルス。もう本当に相性悪いんですよ。あ、相性悪いと。相性が悪いから、お互い要素で入るって感じ。あすごいですよ。一緒戦ってのが分かったんですけど、舞ちゃんが1本目外しました、2本目外しました。そしたら哲平君がしっかり投げろみたいなのを激飛ばします。え、嘘。はい、投げよう最中に。投げよう最中に。しっかりみたいな。若干2人で喧嘩してます。そんなことすごい。いや、喧嘩っていうか、あのバチンって叩いて、もう見てやっかみたいな。そういうので投げようときに、投げようときに言うなみたいな。投げようときは1回ありましたね。上って言われて、60狙えみたいな。分かってほしいと思って。あ、昔から来た。でも、もう一つの決勝の方のペアも強いっすよ。違う。あの、新六さんと、あですね、宮崎のプーのスタッフの吉岡山沙君と、うん、延岡の佐藤正宏、うんうん、2人ともプロ選手です。ですよね。はい、かなり上手です。いやでも山々ペアコンビに勝ったらすごい。はい、すごい。佐藤正宏君の奥さんがすごく美人な方で。あ、美人です。綺麗でですね。どっから上手。もう新婚さんなんですけど、はい、で僕を一度家にお食事にご招待してくれるって約束なんですけど、旦那さんの方が止めるんですよ、ね。うん、僕も止めたい。なんで止めます社長。僕もいや、なんか、なんかこうパンツがなくなったりしたら嫌じゃないですか。何のパンツがですか。変態じゃないですか。そんな趣味ないですよ。じゃあ今度来週ぐらい福岡で社長の自宅に食事に。あ、どうぞどうぞ。いるんですか社長。札幌一番ですか。大丈夫です、出前取るんで。ナイスアウト。42やるね。グルいくけどね。14取り。どっち行く。俺はグルいくんですね。そうだな。82で。82はやっぱりどっちかって言ったらどうかな。あ、ブルーってまあ3本あったら当然マイナスで思考。アレンジってやっぱ外した時のためにあると思うんで、入ればそれは 4-2 でもいいですもんね。うん、そうそうそう。まあでもソフトだったら 4-2 って全然ありと思う。ありですね。あり。大穂君はアレンジするときはもうきっちりしますよね、今まで見てる限り。うん、外すことがないですね、アレンジは。アレンジは完璧。ただ人生が上がれてないだけ。いや僕はもう本当究極のマイナス思考なんで、外れた時のことを考えるのかも、常に考えてる。そんなことは絶対マイナスじゃないと思う。いや、本当マイナス。絶対マイナスじゃない。入る気がするもん、いつも。あ、王鵬。はい、王鵬はでも、まあ、マイナス思考かもしれんね、どっちかって言ったら。でも見てる方からしたら、もう安心感がありますよね、狙ってる感じで。アレンジに関しては。あ、アレンジに関してはですね。でも、あ、前じゃ試合入った。あ、はい、頑張ってね。いってらっしゃい。あ、セミアレディース。あの、文句言わないでくださいね、前の。あの最近前にブスしか言わないから。ちょっとやめてくださいよ、うちのプレイヤー。いや、いきなり電話かかってきて、あの宮崎延岡名物の辛麺遅れとか電話かかってきて。あ、辛麺って魚。いや、辛麺です、辛麺。辛麺があるんですよ。乾麺。乾麺の、あの、こんにゃく麺の。辛い。あ、辛い麺。はい。はい、まあ、福岡にも店があるんですけど、マスモトっていう、それを、まあ、レトルトがあるんですよね。それを遅れて、それもラーメンにして食べるんですか。はい、普通にインスタントラーメンみたいな感じ。あ、トライ来た。あ、僕、新国さんとじゃない。あ、試合。はい、試合です。はい、ちょっと頑張ってください。頑張ってね。じゃあ、奥さん、綺麗同士の戦いで。でも、今度あれでしょ、トリニダード博物館作るでしょ。一応あの店の中には、山田裕貴の4メーター強の、ポスターがあるんですよ。あ、特集です。社長見ました。そしてその下に、まあ、あのパールのやつでしょ。で、ショーケースを作って、まあ、山田裕貴のパーフェクト歴代優勝者の金のコインとか、とかあと山田裕貴 の日本代表のワッペンとか、あとは香港大会の時のメダルとか、すごい。なのを、まあ、
あって、あと去年の中ぐらいまで使ってたの茶色いケースとかで、あと日本代表のユニフォームが4着ぐらいあるんですよ。だから一応あのマネキンとかは全部用意してるんですけど、ちょっと飾る部分がないんで、一応そういうのをこう飾っていこうかなと。ありがたいですね、本当。あとバレンに関しては、ハグラーとかゴメスとかのプロトタイプが全部あります。ちょっともう勘弁してください、プロトタイプ。あれ1本しかないじゃないですか。え、何ですか。ああ、そうですか。くそ。いや、本当にこういうなんかすごい心強い方のこう応援があって、我がトリニダードが生かされてると思ったら本当に感謝感激です。これからも応援の方よろしくお願いします。あ、もうどん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 商品が提供してもらえるんで。あ、いやいや、本当お願いします。ということで、宇都宮さん、延岡の大社長です。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございました。